皆さんこんにちは。日本語を勉強するきっかけになったのがアニメだという方は少なくないでしょう。中には日本語はすべてアニメと漫画から学びましたという方もいらっしゃると思います。以前私はアニメでよく使われるけど実際には使われない表現というテーマの動画を出し大変好評だったので、今回はアニメでよくあるけど実際にはない場面設定についてご紹介していきたいと思います。アニメにもいろんなジャンルがあるので、今回は学園系について、実際に日本で学生をしていた自分が感じた現実世界にはないだろうと思う設定を5つご紹介していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まずはじめにご紹介するのは、生徒会が絶対的な権力を持っているです。これが一番有名な現実世界にはあまりない設定なのかなと思います。アニメではよく生徒会が強い権力を持っていて、学校のことを何でも決められてしまうような存在として描かれていることが多いような気がします。学校のことは生徒会が決められてしまうので彼らに逆らってはいけない。生徒会の会長はその学校の誰もが知る存在。しかし実際にこのような学校はほとんど存在しないと思います。確かに生徒会という組織は存在しますし、その生徒会の会長など役員になるためには立候補して投票をすることが多いです。ただ晴れて生徒会の役員になったところでその影響力は大したものではありません。私は小学校の時に生徒会の副会長になったことがあるのですが、1年に1度だけ全校生徒の集まりでスピーチをしたことがあるだけで、その時に「お前副会長やったの?」とよく言われました。正直ほとんどの人は誰が生徒会の役員かすら知らないことがほとんどなのです。まだ成人していない子供に学校の運営を任せるということはなかなか考えにくいのではないかと思います。私も自分でやっていた時期以外は誰が生徒会役員だったか全く知らなかったし、知りたいとも特に思っていませんでした。もしかしたらアニメのような学校もあるかもしれませんが、もし知っていたら教えてください。次にご紹介するのは、何かとすぐ屋上に行くです。学園アニメでは昼ご飯を食べる時に屋上に行き、何か大失敗をした時に屋上で落ち込み、好きな人に告白をする時に屋上に呼び出す。このように学校の屋上が重要な場面でたびたび登場する印象があるのではないかと思います。あたかも屋上は誰もが自由に使える場所であるかのように描かれていることが多い気がします。しかし実際は屋上に頻繁に行くどころか、そもそも入ることができない学校が多いと思います。私は小学校から高校まで一度も屋上に上がったことはありません。そもそもどうやったら屋上に行けるのかすら知りませんでした。冷静に考えて、小学生が屋上に自由に行けてしまうのは危険でしょう。転落してしまったら大変です。また屋上は先生の目が行き届きにくいと考えられるため、いじめやタバコなど非行の温床になってしまう可能性も高いと思われます。普通に考えると屋上に自由に行くことができるようにするべきではないと思います。しかし実際には屋上に入ることができる学校も複数存在しているようです。その理由を調べてみると、多くが学校自体が狭すぎて屋上を使うしかないというものでした。東京だと土地が足りず、グラウンドも小さいことがあるので、体育など体を動かす際に屋上を使うしかないという事情があるようです。屋上にプールがある学校も存在するようです。つまり都心で土地が取れない学校に通えば、アニメのような屋上での学生生活を過ごすことができるかもしれません。次にご紹介するのは、風紀委員が生徒を取り締まるです。学園アニメでは毎朝校門の前に風紀委員の人が立っていて、服装がだらしないと大勢の前で注意されるということがあるかと思います。そしてなぜか注意する風紀委員がセクシーな服装をしていて、お前の服装の方が問題だろうと突っ込みたくなるようなことが多い印象です。何か学校内で常に風紀委員が監視をしているように思えるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。結論、風紀委員という役割は存在することもあります。自分の場合、小学校の時にありました。毎学期の初めにクラスごとに役割分担をするのですが、その中で風紀委員は4人ぐらいいたように思います。ただ中学と高校では風紀委員はありませんでした。学校によってある場合とない場合があるようですね。その風紀委員の仕事は、実はアニメで紹介されているものとほぼ同じです。つまり生徒たちが校則を破っていないかチェックする役割ですね。
朝の登校時に校門の前に立つという仕事も実際に存在していました。ただ本当に注意をする人というのは私は見たことがありません。若い時はちょっと制服をだらしなく着たりしたい人も結構いるので、それをいちいち毎回注意してるとそのグループから敵視されてしまうでしょう。特に風紀委員でたくさん仕事をしたからといって報酬があるわけでもないので、結局は形だけで実際はほとんど注意することはないと思います。次にご紹介するのは高校で頻繁に転校生が来るです。ここからの2つは高校に関連する話です。小学校や中学校では普通にあり得る話なので誤解のないようにしてください。さてアニメでは高校でも突然の転校生が来ることがあるかと思いますが、これは現実世界ではあまり起きません。というのも高校はすでに義務教育ではなく入学試験に合格して入っているものなので、引っ越しをしたからといって簡単に転校できるとは限らないからです。親の転勤でどうしても物理的に通うことができなくなった場合にしか行われず、隣の県に引っ越すぐらいであれば基本的に同じ学校に通い続けると思います。小中学校は義務教育で学区というものが定められているので、引っ越したらその学区内の高校に転校することになるため頻繁に起こるんですけどね。実際に公立高校では欠員があった時にだけ募集を行うとなっており、誰かの抜けた穴を埋める形でしか受け入れを行っていません。実際に私も高校で転校生というのは一人も見たことがありませんでした。高校での転校はかなり珍しいものだと言えるでしょう。次に紹介するのは同じ高校に秀才と不良がいるというものです。これも小学校や中学校では十分起こり得るのですが、高校ではなかなか起こり得ません。理由は高校には公立であってもランクが事実上分かれているからです。公立高校については都道府県によって制度が異なるのですが、例えば東京だと東京に住んでいる人は都内のどの高校を受験することもできるとなっています。私が育った兵庫県だと県内どこでも受けられるわけではなく、自分が属する学区内にある高校の中から選んで受験をします。どちらにせよ一定の範囲の中から自分でどの高校を受けるか決めることになるのです。そうなると当然高校ごとにレベルの差が生まれてきます。公立とはいえ東大合格者が多く出るような学校と成績が悪い人ばかりがいる高校があるということです。そう考えると秀才と不良が同じ高校にいるというのはあまり起こり得ないことだというのが理解できるのではないでしょうか。今回は学園アニメにおいて現実世界では起こりにくい設定をいくつかご紹介してきました。皆さんいかがだったでしょうか。それでは今回の内容はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。